ね、今朝あの石井投手がいいピッチングです、はい、ピッチャー基本ですもん、ストライクがなきゃもうゲームならないんですから、とにかく、しかし石井投手がいないというのはカープにとって楽ですね。楽です。あの石井投手がよく抑えられたんですよ、カープは、去年も。天敵だったわけですね、石井ブロスですね、やっぱり行かなくらいの感じだという話はしていました。さあ前田は、強くすれば、はい、肩は壊したら絶対ダメって言ってましたね、スタローって言ってますね、回復は。宇宙間へ、これはそのまま行きました。ほとんど上空風はありません。勝ち越しのスリーランホームランが出ました。前田今シーズン第6号、この人が打ってチームもぐんぐん上り調子、まさに5月は恋の季節、そして6月も好調、4対1。いや思わずガッツポーズが出ました、三室監督の表情。4対1、カープのリードが3点に変わりました。深い右中間に飛んで、今ワンエンドワンというカウントでしたね、はい、インコースのストレートでしょうね、はい、これはもうある程度よし待ってましたなんですか。これはこれは狙い通りですよね、で彼の場合はね本当に、ね、はい、脇が締まるのをね、うまい具合に打つんですよね、はい。